どうもいちです。どうもあそりです。やっていきましょう。今日紹介するゲームですね、はい、バッフォーザデッドでございます。お、来ました、来ましたよ。僕の大好きなオバマスですね。オバマスでございます。こちら大人気アニメオーバーロード、はい、待望のスマホアプリ化ということなんですけど、こちらですね、今年の2月にリリースされているアプリということで、そうですね、イグジスさんからね、はい、配信されているアプリで、ジャンルとしては異世界ダークファンタジー RPG と、そうですね、いうことなんですけども、はい、なんで今さらこれを紹介するのと、そうですね、いうことなんですけど、確かにね、だって今年の2月に紹介されたアプリなんで、うん、はい、今さらこちらやるんだと、新作ばっかりやるくせにと、これですね、はい、アンソニーがまあね。俺が原作が好きで、原作のめちゃめちゃ好き、めちゃくちゃやっております、うん、まあ、めちゃくちゃといっても、まあ、エンジョイ勢止まりなんですけど、はいはいはい、所詮はね、そうだね、もともとこれあのオーバーロードっていう、うん、まあ、小説から始まりで漫画になって、ね、さらにアニメにもなって、はい、アニメがもう3期までね、マジで最初に言っとくけど、うん、このアニメは本当に神なのでみんなに見てほしい。で、アンソニーあれでしょ、アニメ数あるこのアニメ作品の中で一番好きなんでしょ。一番好きだと思う。オバロー？うん、オバロは本当に面白い。まず異世界ものが好きで、その中で異世界ものが好き、うん、全部見てるもん。なるほどね、うん、でもアプリもアンソニーはこれリリースそうね、リリースされてからずっとやってて、ずっとやってます。で、俺もリリースされたタイミングでね、はい、実は一本動画も出してるんですけど、うん、そこから実はもうやってなくて、そうですね、ただもうアンソニーにアニメをねゴリ押しされて、ずっと見ろって言ってんだけどね、でもね、なかなか見らんのよね、この人。見た見た見たね。そうで、見たらまあおもろいね、やっぱり。いや、本当に面白い。そう、だからもうね、ぜひぜひ、まあ、アプリもね、このタイミングで確かに始めたいなっていうところはあるんです。ということでですね、うん、こんな企画を持ってまいりましたと。はい、今から始めるオバマス、スタートします。よろしくお願いします。はい、いや、僕もね、エンジョイゼード周りじゃ嫌だなと、はいはいはい、思ってたんですよ。やっぱ愛するオバマスなるほど、ね、オーバーロードのために、はい、ちょっとガチ勢にね、仲間入りしたいなと思ってたんで、うんうん、もちろん今から一緒にやる人も含め、うん、そうですね、ガチ勢の方々からもね、はいはい、コメントとかもらって一緒にね、ですね、ちょっと極めていきたいなと、うん、まあ、だからオーバーロードは知ってるけど、うん、オバマスはあんまりやったことないって人とかね、うん、ぜひこのタイミングで一緒にやろう、始めていきたいなと。今ね、ちょうどね、そうなんだよ、今コラボがこのスバ、そう、初コラボですよ。そう、オバマスということで、ちょうどね、うん、このスバ好きな人もね、このタイミングで来ていただけたらなと。そうなんだよね、このスバのキャラクターも今、ね、オバマスの中に来てると、ちょっと親善大使みたいになってますから、ね、確かに来ていただけたらこのスバ好きの方もね、キャラ使えるんで、はいはい、今ね、来てるんで、そうなんですよね、ぜひこのタイミングで一緒に始めていただけたらなと、始めていただいて、あと慣れてきたらね、あの高難易度のね、うん、攻略の動画とかも出していきたいなと思ってますので、ぜひぜひ皆さん一緒に見ていっていただければと思います、はい、ということで、ちょっとね、うん、この動画では実際にどんなゲームなのかっていうのを、そうですね、紹介したいなと思いますので、はい、画面でいきましょう。はい、はい、ということで、はい、これがマイページ来ましたね、ホーム画面ですね、アンソニー。本当にね、実際まだ始まったばっかみたいなもんなんで、はいはいはい、ここからどんどん要素も、実際この、まあね、このスバコラボも、はいはい、初めてのコラボですので、そうですね、今まだ半年も経ってないぐらいだから、うん、そうそう、これからどんどんね、うん、オバマスもアニメもまた追加されるだろうしね、まあ、それでもなお、うん、もう今この時点でやることはめちゃくちゃあるということで、なるほどね、とりあえずじゃあ、まあ、軽くね、今回は、はい、バトルから、バトルから、はい、見ていきましょう。どんなものか、はい、まずこちらがね、そうね、出撃前の画面と、出撃画面ですね、はい、まあ、キャラまだ僕全然90レベルとか、90レベルまで100か100まで上がるのかな、はいはいはい、はい、限界突破がマジでむずいんですよ。なるほどね、ちょっとね、エンジョイ勢にはちょっと厳しいところあるぐらいの難しさなんでまあこれは一緒にね、ちょ、一緒にやろう、上げていこう、一緒に100まで上げよう。オッケー、はい、はい、まあ、ダンジョン入りましたが、うん、まあ、こんな感じでね、シンプルに、はいはい、もう本当に単性のバトルで、コマンドバトルだよね、そう、4体いるんで、うんうん、もう選んで順番に戦うスキルが1キャラにつき3つあります。はいはいはい、はい、守るもできる、貯めるはこの扇を貯めますね。なるほどね、一番左下にフォールダウンってありますけど、はいはいはい、これが扇です。あ、で HP の下のゲージが貯まるとこの扇が使えるか。でも扇よりね、普通のスキルの方がね強いんですよなるほどね、マジで、まあ、そのキャラによるよね、まあキャラによる、まああと強化の仕方にもよるか。はいはいはい、まあいきますよ。はい、とりあえずもう普通にも、うんうん、オートもできるし、オートになると全員通常攻撃しちゃうんで、あ、強いステージになるとオートしてたら、あれ、スキルは使ってくんないんだ。そう、なるほど、ね、死んだったみたいなことになっちゃうし、あとマルチでオートすると嫌われます。あー、なるほど、ね、名前をオートにすんなっていうにしてる人もいるぐらいオートは嫌われるのでそっかそっか、まあ、その辺はね、注意していただいて。なるほど、ね、そうかそうか。で、今言ってくれたけど最大4人でマルチもできるんだよね。そう、これがいいね。1人1キャラ持ってればマルチもできるんで、まあ、友達とね、はいはい、始めて、もうこの動画をきっかけにね、みんな友達4人でオバマスを1から一緒に見始めつつ、そういうことだよね、オバマスをするっていうぐらいのね、はいはいはい、まあ、とりあえずもうここに殴っていきます。オッケー、俺もちょっとマルチでアンソニーにね寄生しようかなと思ってます
あの体力なくなるんでやめてもらっていや俺も張るからそこさあここでここでアルベトの出番よ、はいはいはい、こいつね、うん、2つの全体攻撃なんですよ。あスキル、まあ、その辺の説明はねいずれはいはいしたいなと思います。なるほどね。だからスキルによってその単体攻撃とか全体攻撃とか、そうそうそう、全体攻撃とか防御力ダウンとかね、はいはい、バフデバフとか、そうそうそう、あるんですよ。これ石化させたりね。おーおーおお、石化させたらクリアなんで。えこのアウラ強いでしょ。確かこのアウラがマジで強いんですよ。これもまあ後でいつで、ね、説明しますけど、はいはいはい、まあ、理由はこれですよ。石化、どんだけ強いボスでも石化させたらクリアなんです。あもう終わり。そう終わりアウラゲーみたいな。アウラゲーじゃんマジっていう。でもアウラはね、うん、もちろん組めないんで大量には。はい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 。自分でアウラ2体以上無理なんで。はいはい。マルチでアウラ4人はいけるけど。ああなるほどね。石化パ？石化パはマジでえぐい。そんなのできちゃうんだ。もう神頼みですよね。なるほどね。まあ、多分効かないできてもいるんですけどね、もちろん。うんうんうん。ちょっと俺がまだそれは全部把握はしきれてないので。はいはい。とりあえず敵強いなと思ったら石化狙いに行きます。はい、こんな感じです。なるほど、シンプルで。あ、そこもう石化してっから、そう、終わりです。あれ倒して終わりなのか。そう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 、やば。システムはもう超シンプル。あとね、石めっちゃもらえるんよ。あ、そうなんだ。そう、なるほどね。イベントが来るたびに、うん、クリアしちゃえば、うん、20連ぐらいは、あ、マジか、タダで引けちゃうし。へえ。ログインボーナスとかもね、優しいしね。あ、だからちゃんとやってれば普通に、でも本当に運営割とガチャをポンポンしてる、めちゃくちゃ優しい、はい、と思います。まあ、あとさっきもマルチ言いましたけど、はい、うん、あとまあメインストーリーもあるんですけど、はいはいはい、これゲームオリジナルなんで。そう、オリジナルなんだよね。そう、これだから原作アニメとかね、小説きちんと、うん、見てる人でも、うん、これでしかね遊べないストーリーがあるんで、まあこれ見て、うん、まあ、まず原作見てからこれを見ると。なるほどね。ワクワクできるじゃないかな、はいはい、まだ今しかも3章まで出てないんで。ほう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 。今始めても全然1日あれば追いつけます。あ、そうなんだ。正直、はい、ストーリーは、ストーリーはね。なるほどね。ほんとシンプルでね、うん、疲れないゲームなんですよ。はいはいはい。オートでもいいし。なるほどね。死んだら、あ、オート無理なんだこのステージってなってちょっと考えてみたいな。だから俺オーバーロード見ながらオーバーマウス放置みたいなこともあるし、うん、まあ、ストーリーはこんな感じです、うん、はい、あとね、はい、召喚ですよ、うんうんうん、まあ、ガチャですね、いわゆる、はいはいはい、まあ、こんな感じで、はいはいはい、本当にブスにはキャラに1枚装備できる、うん、まあ、なんかステータスを上げるカードみたいな、はいはいはい、それにも装備アイテムみたいな、そう、星4とか星5があって。なるほどね。まあ星3、星4、星5、キャラも星3、星4、星5と。だからさっきのあのモモンガとかアルベロとかあの辺は全部星5ってことね。そう、キャラは星5、はいはいはい、で、それに装備させるのはアニメのワンシーンなんですよ。はいはいはい。このままカットして、そうなんだよね。そこがいいんよね。まあ、でステータスが上がったり、例えば麻痺無効とか、はい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 、まあ、あと魔力が上がりますよ。なるほどね。だからそこもその連れてくクエストによって変えたりとか、キャラによって変えたりとか、そう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 、相性もあるんでね、うん、そのおすすめの組み合わせとかもね、うん、動画にできたらなと思いますね。そうですね、はい、後々そういう動画も出したいなと思いますんで、うん、ぜひね見ていただければと思います。はい、はい、ということで、はい、ちょっと簡単ではありましたけどオーバーマス紹介させていただきました、はい、本当にアプリね、オリジナルのストーリーが読めると、うん、そうですね。まあ、原作好きはもうやばい、すでにやってると思うんで、それだから知ってっから、知ってっからもう言わんで言わんでって、その話オリジナルのストーリーはもういいから、はいはいはい、まあ、なんか知らない人はねぜひね、うん、オーバーロード見て、うん、そうだね、オーバーロード見ながらこれね、うんうん、ストーリーもオート周回とかでして、ね、あとまず本当に原作が本当におもろい、うん、本当にそう、うん、原作好きだけどやめちゃったって方とかね、うん、はぜひこの機会にこの動画と一緒にねもう一度復帰してほしいですし、ちょっと復帰しよう、うん、一緒にやろう。あと、まあ、やったことないよって人はねぜひ僕もね、うん、こっからまた新しく始めるんでぜひ一緒に始めていただければなと思っております。みんなでだから極めるね、うん、コーナーに、なるほどね、していきたいなと、そういうことでございます。次回ですね、はい、リセマラについてと、そうですね、いうことで、まあ、リセマラのねポイントとかおすすめのねキャラクターとかも紹介するんで、はい、今から始めるぞって方はぜひね一緒にその動画もね参考にしていただきたいんですけれども、実際にちょっと僕もね、うん、リセマラガチャをねあの次回の動画で引こうかなと思ってるんですけども、そうですね、はい、これ俺あれよ、デミウルゴスのアカウントあるんだけど、いやデミウルゴスのアカウントじゃ始めれません。あ、ダメなんだ、はい、あれもだってスタートはモモンガマジ、アインズウルゴンお願いしてよろしいですか。デミウルゴスアカダメ、うん、モモンガ持ってる人しか俺やらない決めてるん、決めてるんで、こいつきつい人だ、はい、モモンガだけでガチャの確率がね、そうなんですよ、そう低く設定されてるんです。モモンガだけちょっと逆ピックアップみたいになってるんで、強すぎるんでね。まあでも結構長い動画になる、その壁を乗り越えたやつとしか僕は遊ばないと、ね、
決めてるんで、皆さんもね、あのこういう人じゃない友達を見つけてちょっと一緒にマルチしていただければと思いますけど、マナでモモンガを当てる動画です。マジか、次回はやばそうだな、メッチモモンガ当てるまで帰れまってんですね。はい、わかりました、ちょっとやりましょうか、それも。はい、お楽しみにお願いします。 OK です。はい、というわけで、はい、今から始めるオバマス、うん、この動画からスタートということなんで、はい、ぜひね、チャンネル登録、それから高評価、コメントの方もね、どしどし募集しておりますので、はい、お待ちしております。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。